はじめましての方は、はじめまして、そうでない方は、こんにちは、こたつです。ゴースト・オブ・ツシマやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。前回の動画では音声が取れてなかったということで、副音声でお送りしたんですけども、その次に撮ったのもですね、また音声が取れてなかったという事故が起きてしまいまして、足立雅子さんの、ね、お話、1話の方がね、撮れてなかったということで、ちょっと1話はお見せすることできてないんですが、2話に行かせていただこうと思います。すいません。本当にすいません。今回は多分ね、きっと撮れてると思います。雅子殿、ご家族の仇について何か。形状の中に貞男の名を見つけた。そやつはクタの村長だ。クタは足立家の領地。なぜ刃を向けた。恩知らずの裏切り者だからだ。夫が奴を村長に選んでやったというのに、あろうことか恩を仇で返すとはな。あの忌まわしき夜、奴はクタから逃げたと聞いた。あなたが生きていたからか。貞男は悪知恵の働く男だが、弟の八郎は能なしだ。寺の近くで食料を運ぶ姿を見かけたな。おそらく隠れて兄に届けるのでしょう。八郎をひっ捕らえてくれるわ。村長、村長って言わないんだ。村長って言うんだ。見失う前に出立するぞ、はい、宿での件があったゆえ寺においでとは思いもよらず。貞男の弟を見張るついでに一族を弔ってやりたかった。すでに葬儀は済ませたのですか。犯人を殺すまで辛抱する。父上が死んだ夜に別れを告げたのですが、痛みは癒えました。埋葬はしたぞ。それで十分だ。今はね、食事は毎日取っておられるのですか。ああ、昨日は米と魚を少し。若い武士でも腹を満たし腕を休ませねばなりませぬ。お主、この私を年寄り扱いするか。めっそうもない。腕は動く、心配は無用だ。そろそろ八郎に追いつく頃だ。どの道を行ったのでしょう。どちらも人が通っておる。調べてみましょう。はいよ。近くにおるはず。ジンめちゃくちゃ心配してくれるよね。なんか手がかりは、手がかりどう調べればいいんだ。とりあえずこっち行ってみようか。あ、あれか、あの荷台のやつか。あそこにおる男、荷車。あれが八郎、貞男の弟だ。おおおお。何も忘れてないよな。あれはどこだ。あったあった。動いた。では後をつける。はい。近づきすぎて見つかるなよ。了解です。おとなしくしていろよ。お前も餌が欲しいだろう。ゆっくり行きます。今日は散歩日和だな。次どこ隠れよう。あ、人がいる。あれ猛虎じゃないの。あれ猛虎じゃねえの。完全猛虎だよね。先客だ。あまり顔を出すでないぞ。はい。食べ物、飲み水、もろもろです。見せろ。ああ、こちらです。酒を落としって話だ。持ってきたか。まだです。ですが、お客人に贈り物が。話しておるな。渡しておこう。文を渡したのか。では、またいつもの慈愛に。荷車はいい。馬を追うぞ。馬。馬。こっち。うわー、ぶなぶなぶって。
れる場所がない。マサコと話せ、マサコと話せ、マスコと話せ、ん？マサコと話せ？ん？ここか。木こりの家、賊が固めておる。サダオの親族だ。本人は中におろう。まだわかりませぬ。何？すぐにわかるさ。ほう。行くの？行くの？サダオ。いい、やるの、やるの。ちょっと待って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 おいおい、ほう、よ、危ない。終わった。危ない危ない。痛い。いやい。あ、後ろにおるやん。やお、あ、屋根の上が。捨てろ。避けろ。痛い。捨てろ。スロー、なんでそんな早く撃ってんの？なんでそんな早く撃ってんの？オッケー。ふう。あ、まだ戦ってた。雅子様、雅子様。おー、ナイスー。全然ダメダメや。てい。あれ。サダオからの文。ハチロウが渡したもの。あ、どうごめんなさい。わからぬか。俺が足立家を襲った一人だという話が漏れた。お前の仕業でないことはわかっている。話せば俺の命もお前の命も危うくなることは承知だろうから、俺が迎えに行くまで誰とも口を聞かず誰にも見つかるな。ただし俺のいとこは信用してよい。義理に厚く、剣の腕もある。だがこの家紋を身につけている者に見つかったら自ら命を絶て。あー、どうも。あんたお手伝いさんかな。ムクロに尋ねることはできませぬぞ。中に人がおる。そやつに聞くさ。私が話します。あー、はい、この人ね。あ、この人ひなさん。傷つけはせぬ。我が名はサカ。お主は？ヒナ、サダオの妻だ。夫は濡れ衣です。犯人は猛虎に決まっております。サダオ、わかりません。嘘をつくな。お控えよ。まずここを立たねば。館に連れて行くしかないな。私を殺すつもりでしょう。何も案ずることはない。はい、終わりました。意外と簡単でしたね。たださ、あの瞬時にさ、この技を切り替えの難しいね。縦の時にはこのなんだっけ、これでなんか普通の時にはこっちって、石の型、水の型、水の呼吸、一の型、
そんなんじゃないですけど、ね、とっさに変えるの難しいね。いやー、これ慣れないわー。でも慣れないと、この先やられるんだろうな、もっと。置かないかなー。せっ。ここは来たことある場所だよね。で、次どうすんの？終わったから。とりあえず終わったけど、あ、また次があるんだ。どうしようかな。もう、まさこさん続きで行こうかな。じゃあ、ここに行きましょうか。近くに飛んで。から行くか。ドゥン。ただいまー。あ、後ろにいるな。よっ。あ、ちゃんと家の中では馬降りるようになってんだ。ん？ここ？これ違うの？あれ？どこだ？まさこ様ー。あ、中にいた。まさこ様ー。いたいたいた。ジン、来たか。はい。マサコ殿、裏切り者の所在は聞き出せましたか？聞こうとしても、あの女メソメソと泣きよってな。仕方ありません。責めたくもなるわ。それとも和光殿の魅力で落としてみるか？女は仲だ。お待ちを。はい。邪魔するぞ。泣くでない。お？泣くでない。雅子様に殺されてしまいます。目を見ればわかるのです。お主の無事は受け合おう。手を貸してくれるならば。知ってることはすべて話しました。八郎が文の運び手ならば、どこかで貞夫と会うだろう。うかうかしておったら雅子殿に先を越されるぞ。どうかお助けください。そのためには俺が二人を見つけねば。まずは隠れ家だ。心当たりは？考えてみます。忘れてはならぬぞ、貞夫は人を殺したのだ。すぐに戻る。頼むぞ。それで？ああ、俺の魅力でイチコロですよ。隠れ家を思い出させておるところです。何を見返りに？歩きましょう。声が届かぬ場所までな。貞夫を助けるとヒナに話しました。できぬ約束をしよって。ヒナの信用を得たかったのです。嘘をついたのだな。救えるならば救いましょう。嘘ではない。失敗したらどう弁明するのだ。貞夫の罪は深く、雅子殿の裁きに物申す気はないと。館のあらゆるもの結局は家族が死んだよ。約束破るんじゃん。あなたの親里にはどなたかいらっしゃるはず。尋ねてみては？兄は数年前に死んでしまった。そして姉も殺されておった。金色の帯で見分けるのがやっとだったがな。思い出させてしまいましたね。忘れることなどできぬ。あの音楽が懐かしい。なんと。よくここで孫と一緒に曲を奏でたのだ。新しい季節を迎えるたびに。もう二度と聴くことができぬとはな。ちなみにこれ私が回してます。演出としてこうカメラをぐるーっと回した方がいいかなと思うので回したいと思います。終わりかい。礼を言う。やめて。ええちょっと待って。館へ急げ。やばいひなちゃん、マジか。襲いに来るんかい。おい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 。ああ、
ああ。一足遅かった。おのれ。ヒナ。死角を捕らえるぞ。急げ。あたりを調べよう。あたりを。足跡。あった。こっちだ。追うぞ。あれ？こっから消えた。あれ消えた。お？あ、こっちか。で？こっちか。なぜヒナが狙われた？サダオから遠ざけるためであろう。すべて筒抜けであったか。我が館に向かう道中で姿を見られたからな。あえて見せたのでは？おとりに使ったのですね。サダオが来ると踏んだんだ。どこ？その挙句にヒナが死にました。どこだ足跡どこだ。殺したのは裏切り者だぞ。あ、これ、うん、仕向けたのはあなたです。お、どこだ。あれ、どこだ。ちょっと待って、最後に見たのがどこや。これやな。最後に見たのここでしょ。こっからこっち。あ、これね。はいはい。で、あ、ここね。はいはい。で、次が、こっち。で、あ、こっち。あ、こっち。はいはい。はいはいはい。で、こんだけ迷ってたら追いつける気がしないんだけど。で、こっちか。足跡は一人分。死角は一人で乗り込んだのか。ヒナが死んだ今、生け捕りにせねば。マサコさん、返事してくれないから殺すつもりだろ、絶対。あ、いたいた、あ。お中返事、ベテンテ、おっちゃくけ。一番手は誰だ。殺させるものか。すげえ、たくさん。血が止まらない。はい、もう一人、よっ。マスコさんやられてんじゃん。いや、待って、危ない危ない、まだおった。ちょっと待って、死角とどめよう。死角弱いじゃん。来るな。死角弱いじゃん、お前。八郎、サダオの弟だな。なぜヒナを殺した。逃がそうとしたんだ。だけど兄さんのために堅くなに動こうとせず、そしたら叫ばれて、だから仕方なく。サダオはどこだ。悪いが、兄さんを裏切るつもりはない。死んではならぬ。あやつの居所を吐け。マサコ殿。ヒナは無駄死にでした。犯人は我が一族を皆殺しにした者だ。諦めてなるものか。完全に犯人になるじゃん、もうマサコさん。八郎は文を届けていた。やばい。もしかすると何かあったか。ほう、地図。補給路の地図です。野営に食料を運んでおったのか。サダオがいずれかに隠れておるやもな。一番近い野営のまとめ役に話を聞け。この地図の意味がわかるはずだ。あなたは。ヒナを埋めてやる。せめともの情けだ。後ほど野営で会おうぞ。マサコさん、完全にもう般若になるよね。もう恨みが積もってね。え、やばいね。さあ、ではですね、今回はこの辺で終わりたいと思います。また次回お会いいたしましょう。じゃあね。